まあ、1点目は馬場が、2点目は梶君が本当にいいタイミングでいいボールを出してくれたので、まあ、それをしっかり枠に収めることができてよかったです。まあ、本当にいい選手が戻ってきてくれているので、まあ、間違いなくチームのエネルギーになりますし、戦力のアップになると思うので、まあ、しっかり準備して次は勝ちたいと思います。